同性の雨どいどいとは、屋根面を流れる雨水を集め、地上をあるいは下水に導くための装置、設備。建築では特に雨水などの液体を運ぶのに用いる、雨どい、雨といのことを言う。という、とよとも言う。地上に仮設して、水を流す筒状のといは、家計と呼ばれる。人は包みなどから排水するための門のことで、といの子は、とどいのこと、家計はすなわち、 かけどいである。雨まどいエノキドイビートマリ水器、DL ボイイヨビいイ二手タテ G 合わせますセマは、問い受け金物を介して、軒先に釘で、または、直接打ち込んで固定する。一般住宅用の問い受け金物の,の素材は、鉄製が一般的だが、神社仏閣用には、銅製やステンレス製も存在する。形状も、建築様式に合わせて様々なものがあるが、 建設物価で取り入れられている種類は、うの首、化粧横打ち、面打ち、打ち込み、瓦横打ち、でんでん、段月は打ちの7種類、竹の問い、明治時代、エドワードモースのスケッチアマドイの歴史について、詳細に書かれた文献はないに等しい。現存する最古のものは、東大寺三月堂のものと言われている。確認できる最古の文献は、平安時代の書物、大鏡の、 火山の意に家づくりにある、淡いに火をかけて漁師という一節。一般に広く普及し出したのは、江戸時代の教法の頃で、防火のために、幕府から瓦や屋根が奨励されるに伴い建物の部材保護を目的で使用されることが多くなった。この頃の素材は木や竹であった。明治時代には、トタンやブリキ製が多くなる。戦後から高度成長期には、 プラスチック製が発展し形状や大きさの幅も増えてきた。抜き取りの上あつらに半個形状の樹脂製の網をかぶせて固定し、落ち葉による詰まりを防止するものがある。ありがとうございます。